これまあちょっと引っ張り出して、そんなことできるんだ。できるよ、レイヤー別だもん。こんな便利な素材は出しちゃダメ。もう出してる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またマイキーさんが来てます。あ、ありがとうございます。うるさい。この前の動画で、うん、あのマイキーが最近クリップスタジオアセッツストアに出している素材、うん、無料のものとかクリッピーで購入できるものとか、うんうん、見せてもらっていました、はい、で今回はちょっと別の素材で、これはブラシじゃなくて、これはどういうものですか、うん、普通に背景の素材。うんうん。じゃあもうパースとかはもう決まってやる。うん、このアングルでしか使えないけど、使える人は使ってくださいっていうやつ。うんうん、これがなんだっけ、ローヤっていう。うん、ちょっと見せて、まあ、このレイヤーのとこ見てもらったら分かると思うけど、いっぱい分割しあって。あ、じゃあダウンロードするとラスターレイヤーだけじゃなくて、クリップスタジオファイル。うん、そう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 、クリスタのファイルでこの状態でゲットできるんで、でまあレイヤー分かれてるんで、まあ一個ずつ消していくけど、こういう感じで分かれてる。隣の部屋もこういう感じで分かれてるんだけど、まあここのマスク外すとここの、あったんだ、見える。もっと言うと、ここの大元の部屋のレイヤー外すとこっちの中身が全部ある。さっき、全く見えなかったものは、そうそう。書いてあるのよ、一応ちゃんとね、こういうシーンの時に室内が見える状態でのシーンの時のために一応残してあって、ああで、まあ、もっとこれも細かく分かれてて、本で分かれてるし椅子も一個ずつないのよ。で、椅子自体もマスクしてあるから、マスク取るとちゃんとあるのね。で机もまあなくて、で棚もないんだけど、棚もマスク外すと下がちゃんとある。部屋自体のレイヤーも、まあ、マスク外すとちゃんと一応、でお布団はお布団で別にねしてあるし、でベッドはベッドであると、こういう感じで分割してある。でどれくらい大きく使えるものなんですか。ね、これサイズなんだっけな、キャンパスサイズは、5000×5000 ピクセルだから、まあそれなりに結構対応できると思います、どんなサイズでも、うんうんうん、漫画で使う分には。うん、そうね、ほとんど漫画は一つの A4 ページじゃなくて、なんかパネルで使うんですね。そうそう、だからまあこのアングルで使う場合にのみだけど、まあ使えたら使ってくださいっていう感じで素材を出しましたね、クリップスタジオのアセッツに。じゃあ、うん、そのやっぱりドアが必要ないとか思ってる方だったら、それ非表示してそのままの開けたり閉めたりはできる。うーん、2つのコマを軽く書いてもらって、最初のシーンは外の見え方と、うん、次のコマでその室内で実は漫画を読んでたとか、そういう使い方、軽くなんか多分見せてもらえますか。いろいろやらせるな。まあやるけど、まあこうして、ずっと気になってたんですけど、うん、マイキーがこの頃から読んでた漫画は全部四角い形だったんですか。なんでいつも書いてる、いつも動画の中で漫画描くといつもカンバスは四角い。ああ、違う、これインスタグラムとかは四角じゃん。ああこれに合わせられるように初めから四角にしてやる。漫画が昔から四角だったとかそういうさいつまで引きずっとんの、その、なんか大好きな絵本は四角いだったとか。いや違う大好きな絵本は四角いだったじゃなくて、まあちょっと拡大すれば、うんうんうん、じゃあ戻るこれは視聴者にリマインダーです。レイヤーは分かりやすい名前をつけましょう。そうね、大事や。でもありますよね、あとでなんかマスク外そうとしたら、あれどこにあるんだ。これまあちょっと引っ張り出して、そんなことできるんだ。できるよ、レイヤー別だもん。でまあここは同じようにさ、見せたくなければ、ここまあさっきと同じようにこうやってマスクすれば消える。ああ、なるほど。ここに単純にこうキャラクターを、うん、座らせればいいっていう、うんうん、こういう感じ、こういう感じでいいんじゃないでしょうか、うんうん、のんびりしてるね。そこ？ここええやん別に。すごい。っていうかダメですよマイキーさん。こんな
こんな便利な素材は出しちゃダメ。もう出してる。みんな漫画家になりたいのに、こんな便利なものを出したらみんな怠けちゃうんじゃないですか。いやでもこれを使うのも結構大変だよ、きっと。センスいるから、ちゃんと漫画は道具があってもそれをどう配置するかとかどう使うかのセンスはいるから。必要なの？いや、いるいる。はい、そう、このままこれ印刷してジャンプ行きましょう。いや、ダメだって。何にもなんねえよ。これが のんびり泥棒、のんびりしてる泥棒。そんな漫画は絶対ないよね。え、ないけど。いろいろ本あるじゃん。あるけどさ、のんびり泥棒もう捕まってるからさ、ダメじゃん。で、この前の動画もしみんな見てなければ、その購入仕方はいろいろ説明してあるんで、軽くクリップスタジオアセッツのストアの説明として、なんかみんな自分のクリップスタジオボタンを押すだけでもうそのストアにジャンプできるんですよね。あの、この上にあるこのボタンをクリックすると、いったらここに素材を探すっていうクリップスタジオアセッツがあるので、これをクリックしたらもう素材の販売ページ。ちょっと待って、一番トップにある なんだ猫の顔だけ描いてアセッツになるんだ。まあアセッツはなんかいろいろ売ってるからね。いいね。で、みんなこのページに来て、なんと書けばマイキーさんのページ見つけられるんだっけ？あの、ここのサーチのところに、マイキー .tm で、もうこれ僕のテクニカルマシーン、ポケモンで使ったら正しい技が1回だけ。あれ何回も使えるんだっけ。 あれは H マシーン。いや、まあそのテクニカルマシーンの話を掘り下げられてもテクニカルマシーンでもないし、俺知らないしさ。TM は本名のあれだから、イニシャルだった。ああ、なるほど。テクニカルは名前だった。違う、そこは違うの。なぜテクニカルは名前だったっていうのは正しい。両親面白いね、コメディアン。はい、まあね、ここにね、大体俺今作ってある26、この段階で26個の素材が売ってあって、まあ無料素材もまあどんぐらいかな、10個ぐらいはあるんじゃないかな。じゃあ試しでみんなマイキーのページ行って、無料のコンテンツでもダウンロードしてみて、なんか試しができるんだ。いくつかまあ試して使えるやつはある。で、この前の説明でしてたんですけど、このクリッピーでもゴールドでも購入できるんですね。はい。で、みんな多分自分のアセッツをアップロードしたら、なんとなんかクリップスタジオからクリッピーポイントをもらえるから、毎日少しずつそれも使って購入できるんだ。そうだね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。面白く使えそうな素材は、まあ、無料コンテンツでも、あの、有料コンテンツでも、クリッピーじゃなくて、クリップスタジオアセッツ層がみんなダウンロードできます。はい、検索で、マイキー.technicalmachine。マイキー.tm 書いたらページ飛ぶことができます。はい、マイキーはその生放送とかもやってますね。その、はい、Twitch のページまだ開いてますか？マイキーが登場している動画はいっぱいあるので、ぜひそれも見てもいいし、マイキーアンダーバー前田、Twitch で生放送とかも楽しむことができます。で、いつ放送しているんですか？その、なんか Instagram に書いてあるっていう。あ、そうそう。放送スケジュールは、告知、連絡するときは、インスタグラムで発表しますけど、まあなんか急にやったりもするんで、まあその辺はインスタチェックしておいてくれればとりあえず確実に分かると思います。あとは Twitch だったら多分フォローボタン押したら、もしかしたら通知が出てくる。あ、アプリとか、ね、そのマイキーは今放送してますよっていう通知が来ると思います。はい。あとはマイキーが出してた教材本も Amazon Kindle で購入できますので、はい、ぜひそれもリンク下に貼ってありますので、ぜひ見てください。はい、あとはチャンネル登録、みんなさんお願いします。お願いします。じゃあ、マイキー、今日ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。はい。